どうも皆さん、こんばんは、工藤です。10月28日木曜日の夜8時5分に収録しています。特に何か喋ることがあるわけではないんですけど、そうですね、今日の、とりあえず振り返りとね、明日の、予定というか何やろうかなっていうのをちょっと話そうかなと思っています。で、今日はね、特に私は仕事ではなかったので、特になんか活動したとかっていうのはないんですけど、強いて言うんであればクドラジショート、2つかな配信、1つでしたね。1つ配信して、あとはそうですね、今日はずっとアニメかな、見てた感じですね。おかげでね、たくさん見ることができました。今日はそのくらいかな、やったといえば。あと、クドラジショートの方でちょっとお話ししましたけど、 Facebook のね、Facebook ページで、クドラジが聞けるように、なりました。僕もね、一度 Facebook のアプリの方でやってみたんですけど、パソコン版の、ウェブ版っていうんですかね、の Facebook ページでは、いまいちどうやって見たらいいか よくわからないような状態だったので、スマホの、iPhone、 私の場合 iPhone の、Facebook アプリを使って、確認してみたんですけど、ちょっとね、まだ、使いにくいというか、どこで停止ボタンがあるのかとか、ちょっとわからないような感じでした。もしかしたらね、私のクドラジの、カバーアートが、結構白い部分が多いので、もしかしたら再生ボタンの白と、背景がね、同化しちゃって見えにくいっていうのも、あるかと思います。なので、もしかしたらというか、ちょっとね、カバーアート変えた方がいいのかなと、ちょっと思いました。変えるかどうかはわからないですけど、ちょっとふとそれを見て、見にくいなっていうのを感じて、そういうふうに思ったって感じですね。今日はそんな感じでした。で、明日ですね、明日はクドラジの本編の方ですね、何回かな、第60回ですね。第60回目で、話す内容としては、毎月やってきたクドラジのっていうか、あれですね、働き方実験、私の、働き方実験の、月次報告みたいなものをちょっとやろうかなと思っております。これまでね、何回かな、6月くらいからポッドキャスト始めて、7、8、9ってやってきたのかな。で、今月で4回目という形になります。で、働き方実験は来月の11月で、とりあえず終わるということなので、今回でとりあえず月次報告は最後になるかなと思います。で、来月は最終報告、最終報告書っていうのを書かなきゃいけないので、それで報告っていう形にするなるとは思うんですけど、まだね、全然最終報告書をもう書けてないというか、もう書き始めてもいないので、ちょっとそっちをね、手をつけていかなきゃいけない感じになっています。一応今のところは、その最終報告書の、書いてる、書くってパソコンで書くんですけど、パソコンで書く、様子もね、配信しようかなというふうには考えています。なので、明日は、クドラジの第60回で、
月次報告会の月次報告の第4回をやる予定ですので、よかったら聞いてくださいですね。あとは何かあるかな、明日。明日はそうですね、クドラジの第60回の配信と何かあるかな、働き方実験の定例会が確か明日ですね。そうですね、はい、明日、新しい働き方ラボの働き方実験をやってるメンバーが集まって、毎月1回の定例会が明日行われます。確か時間はね、夜9時とか8時くらいから、なので、私は仕事とかもないので全然午前中だろうが夜だろうが全然関係ないんですけど、はい、夜から、定例会があります。私は特に何かするってわけでもないんですけど、毎月ね、結構面白い催しというか演出をしてくれているので、結構毎月楽しみにしてたりします。はい、というわけでこのぐらいかな、今日の、振り返りと、明日の、軽いね、予定を話してみました。私はね、もうもう夜ご飯も食べて、あとはもう寝るだけなので、10時にいつも毎日寝てるんですけど、あと2時間くらい軽くなんかアニメでも見ながらゆっくりしつつ、夜10時にね、寝ようかなと思っております。はい、というわけで今回はこの辺にしましょう。それでは皆さん、また明日お会いしましょう。おやすみなさい。バイバイ。